もともとカフェのホールスタッフをやってたんですけど、年収ベース100万ぐらい多分違うと思います。周りがどういった感じで成長していきましたかっていうのを聞ける環境があるので、調達できるような制度がいいなって思いました。SwiftUI と AWS を学びました。運用保守を仕事でやってます。将来的にセキュリティエンジニアになりたいと思ってます。もともと高卒でカフェのホールスタッフをやってたんですけど、タスク管理だったりアプリとか使ってみたり、私もこういったアプリを作ってみたいっていう意欲が湧いてきて、エンジニアの道に行きました。とりあえず受けてみて、採用した側としては未経験でも勉強してる人が欲しいと思ってるんだなって思ったので、サムライの事業をし始めました。サムライ寺子屋の方を最初に始めて、サボりがちっていうのがあったので、マンツーマンで宿題があった方ができるタイプなので、卒業後は月額払わずにずっと使えるっていうのも魅力があって、サムライさんに決めました。優しい印象が一番強かったですね。レスポンスが早い。一生懸命答えてくれる方ですね。自分の思い描くキャリアパスっていうのは、どういった感じでいけばいけるのかとか、悩みを解決できたのは良かったです。カレンダーでスケジュールができるアプリですね。最初に先生と話した時に、最終的にはカレンダーアプリ作れたらいいねみたいな感じで決めて、作り始めたのは3ヶ月目ぐらいだと思います。普通だと面白みもないなと思ったので、フォントを変えたり色を分けたり工夫しました。先生にわからないことあったら質問したりして解決していきました。1ヶ月ちょっとぐらいだと思います。一番重視したのは、初心者でも調達できるような制度がっていうのを重視してました。自分の将来性をアピールしたり、エンジニアになるためにどういったことをしてるかっていうことが重要なんじゃないかなっていうふうに思います。ボーナスがいいので、年収ベースだと100万ぐらい多分違うと思います。休みが多いのと、個人目標を決めるのがあって、それを到達すると自分の評価があるっていう制度もあったりして、周りがどういった感じで成長していきましたかっていうのを聞ける環境があるので、いいなって思いました。うちのチームがほぼ20代なので、バーベキューとかもあったりするんで、仲を深めるような環境にはなっているのかなっては思ってます。少しずつ資格とか取って、もっと上流のネットワークの構築とかの案件が振られるように頑張っていきたいと思ってます。周りの先輩とかもそういった方が多いので、目指して頑張っていきたいです。とりあえず無料のプログラミングができるサービスを使ってみたり、ネットワークのことも勉強して、自分に合うのは何なのかっていうのを決めてから勉強してみたり、いろいろなエンジニアの方とインスタとかツイッターとか使ってみて話してみるのがいいのかなって自分は思います。